熱戦が続くユーロ2020の残るは2試合を残すのみとなりました。決勝の舞台に立てるのは2チームのみ。激戦必至の準決勝、世界が注目する一戦です。この時間はイングランド対イタリア、こちらの一戦をお届けいたします。今日のゲームはフットボーラーなら誰もが憧れる聖地、ウェンブリースタジアムで行われます。このスタジアムは大きなアーチが印象的ですが、ティアラを模したとも言われており、勝利の象徴としてこのゲームの行方を見守っています。イタリア国歌お聴きいただきます。イングランド国歌です。決勝戦まであと一つというところですが、北澤さん、どちらがファイナルの切符を手に入れるのか、このピッチに大きな注目が集まっています。ついにベスト4ですよね。やはりこのスタジアムの雰囲気も含めて大会の規模とか世界の注目度の高さを感じますよね。さあ、ファーストハーフが始まりました。ウエファユーロ2020準決勝、イングランド対イタリア、勝ち点勝負ではありません。シュート、イングランド前半立ち上がり早くも先制ゴールが決まりました。いや、いきなりですよ。皆さん、これうまくマークを外しましたよね。そうですね、出し手のイメージ通りの場所にここぞというタイミングでもらいに行く、その動き出し、まさにこのゴールですよね。一見シンプルに見える今のシーンも、実はコンマ何秒の正解で飛び出すタイミングを測ってますからね。相手ディフェンダーよりも早く反応してしまったらオフサイドになりますし、この駆け引きこそ最高に難しいですから、見事なゴールですよね。さあ、イングランド貴重な先制点を奪いました。ベッラッティ、フェデリコ・キエージャ、ベンチルウェルがこれはファールを取られました。早くもカードをもらってしまいます。どうする、シュート、いや、いい反応でしたね、北澤さん。いや、素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。スルーパスを狙う、自分で行くのか、中央へ、来たが、シュート、イングランド、いきなりの2対0。クロスを頭で流し込んだ、いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。さあ、イングランド
立て続けですからね、乗ってきてると言えるんじゃないでしょうかね。はい、ニコロ・バレッラ、フロレンツ、長いボール縦へ、ゆるく狙ったボール、スルーパス、バークリーからスターリング、さあカウンタースピードを上げたいところ。イタリアとしては先ほどから両サイドがかなりワイドに引っ張っていると思うんですけどね。それはどういった意味があるんでしょうか。横幅を広く使ってボールを動かして相手の選手間の距離を広げておくと中央の選手にくさびを入れやすくなるんですよね。なるほど、前線を広く使って相手選手を混乱させようと。シュート、シーナーがクリア。このピンチをなんとか出します。チェンバレン、プレスからボールがこぼれる。ベンチルウェル、フロレンツィ、ニコロ・バレッラ、キエッリーニ、スピナッツォーラ、エルシャーラウィ、スピナッツォーラ、さあつながるか。いいボールですね。エルシャーラウィへのボール、エルシャーラウィからのクロスボール、アーノルドから長いボール縦へ、勝負のシーン、柔らかいボール、さあスターリング抜けてくる、一人上がっていく、コーナーキック、ボールを相手にディフレクトしゴールラインを割りました。このファーストハーフ最初のコーナーキックはイングランド。このクリアボール次へつなげたい。ベンチルウェル、攻撃の際は常にチャンスを狙っている選手です。エルシャーラウィ、左から上がっていきます。ドルーズボール、バークリー本日ワンアシストです。仕掛けるか、裏を狙う、ラッシュフォードからサンチョ、裏のスペースを狙う、スターリング、決まった、決まった、イングランド3点のリード、ダメ押しゴールになるのか。これは鮮やかなシュートが決まりましたね。そうですね、今みたいなボールの軌道は得意な形ですよね。ここからこういう風にシュートを打ったら入るという自信たっぷりのシュートだったと思うんですよね。イメージ通りじゃないでしょうかね。スターリング今日2点目です。さあイングランド現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。詰めか、自分で行く、もう一度スローインになります。キエビーニ、パースをつなげます。チャンスになる、チャンスを演出できるか。サンチョ、スルーパスを出す、このスルーパスは通りません。キーパー前へ蹴り出します。さあラッシュフォード、オフサイドですね。イングランドがこのリードで迎える終盤、状況から残りファーストハーフをどう戦えばいいんでしょうか。とりあえず前半はもうリスクを犯さなくてもいいですよね。相手が前がかりになってきたら逆にそこをつく形でいいと思いますけどもね。裏を狙っていきます。ここは通しません。抜けてくる、裏へ届くか、ラッシュフォードからサンチョ、抜けてくる、
チャンス来た、クロス低い、エルシャーラウィ大きく縦へ、ルーズボール、縦にボールを送ります、裏へのスルーパス、さあ準決勝、まずは前半の45分を終了します。前半だけで3ゴール、イングランド大きくリードして前半を終えています。前半で 3-0、 攻守にわたって素晴らしい前半でしたよね。前半を終了して準決勝、さあ決戦、決勝の扉を開けるのはどちらのチームなのか。ウェファユーロ2020準決勝、イングランド対イタリア、イングランドが前半で3対0と大きくリードし後半を迎えます。後半ゲームはスタートしています。イタリアがここで選手を変えるようです。インシーニェ、今日もゴールランキング1位の記録を伸ばしてくるんでしょうか。アーノルド、アーノルドからラッシュフォード、開きましたよお前、ラッシュフォード、今日4点目かというシーン。ジョルジーニョ、長いボールを送ります。ボールの奪い合い激しいものがあります。チェンバレンから大きく縦へ、自分で行く、シュート、シリグ、これはキーパーのいい対応、やや強引な感じにも見えましたけどね、ああいった攻めでも有効だと思いますね。好セーブを見せましたシリグ、イングランドは2本目のコーナーキック、捉えています。いや、この積極性は大事ですよね。バークリー、ミドルシュートでした。スターリングからラッシュフォード、裏へ出るか、いいとこありますよ、いった、シュート、決まった、決まった、さらにさらに点差を離していきます。これはもう相手チームはどこをケアしていいのかがわからないような鮮やかなカウンターでしたね。そうですね、得意の形でしたし、相手もついてこれなかったですからね。チームとしてのストロングポイントで奪ったゴールですからね。これは自信深まりますよね。素晴らしいハットトリックです、スターリング。さあイングランド、現在圧倒的な強さを見せています。スピナッツォーラ、ボヌッチ、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。イングランドとしては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどもね。スターリング、スペースを狙う、このパスが抜ける、抜けてくる、縦へのボール、インモービル、ここも固い守りでボールを奪います。イングランド、サンチョ、さあつながるか、裏を狙う、
ピエッリーニからのフィードボール。イタリアとしては先ほどからマークする相手に対してあまり近すぎないように距離を保ったポジションを取ってるんですよね。なるほど、その意図は何なのでしょうか。まあ裏を取られるのが嫌なんじゃないでしょうかね、ラインを高めに設定してオフサイドトラップ仕掛けるという手もあるんですけども、失敗した時のリスクを考えて裏のスペースを消すやり方を選択してるんですよね。このボールはカットされます。こぼれてルーズボール、裏のスペースを狙う。このパスを防ぎます。キーパーからのロングフィード、インシーニからのスルーパスをカットしました。イタリアとしてはいいディフェンスですよね。中盤でパスコースをしっかり読めてますからね。これをカットします。イタリアが最後の交代枠を使います。ベルナルデスキからターテのボール、ストーンズから前に大きく入ります。激しいボールの奪い合いです。ストーンズから大きく縦へ、ニコロ・バレッラ、インモービル。さあカウンターのチャンスになります。緩いボール、スターリングからサンチョ、ここをかわした、中央上がっていきます。左にされます。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。イングランドが最後のカードを切ります。長いボール縦へ、スターリング、ハットトリックを決めています。4点目はあるんでしょうか。さあシュートレンジ、シュート、イングランド容赦ない一発。イブラハム、北澤さん、これ今フリーになっていましたけれども、うまくマーク外しましたよね。いや、パスの受け方、もらう位置、タイミング、シュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。イブラハム、先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。いや、監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるでしょうね。さあイングランド、このゲームの主導権を完全に抑えています。ジョルジーニュからインモービル、さあどうする、拾いたい、サンチョ、ジェームズ・マディソン、さあつながるか、スターリング抜けてくる、さあ打ち、シュート、いやファインセーブです。ベルナルデスキからのスルーパスは通りませんでした。イブラハムからサンチョ、ベルナルデスキ、ハーテへのボール、アーチのようなパス、
イングランドワンサイドゲーム準決勝。北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。イングランドとしては今日も強さを見せてきましたね。試合を重ねるにつれてチームワークも良くなってきますし、戦いながら成長してる感じですよね。次の決勝も期待できますよね。はい、ありがとうございます。選手たちの表情が明暗を分けています。さあ、そろそろお別れの時が来ました。